はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうき10代です。さあ本日なんですが、皆さんヒーロー、どんなヒーローが好きですか？皆さんはヒーローってものすごい種類あるんですね。ありえない色のヒーローがいて、まあ、D も E も V も M もなんかすごいいっぱいいるから、ヒーローってイーブルもいるしね。だからヒーローってものすごい種類いるんですけど、僕はですね、多分ね、今のところ一番好きなモンスターは、まあ、マリシャス・ベインかシャイニング・ネオス・ウィングマンなんですよ。これマジでかっこいいからです。理由はこのモンスターマジかっこよくないですか？これ召喚ムービーもちなみにあるんですけど、エレメンタルヒーローシャイニング・ネオス・ウィングマンね、エレメンタルヒーローネオスプラスウィングマン融合モンスターっていうかなりロマンスの高いあの融合召喚条件で出せまして、融合召喚でしか特殊召喚できないよという効果で、1番の効果で特殊召喚に成功した場合にはフィールドのモンスターの属性の種類の数まで相手のフィールドのカードを選んで破壊するっていう効果と、あと打点が自分の墓地のモンスターの数かける300アップして効果で破壊したいなっていう効果で、戦闘で相手モンスターを破壊するとなんかバーンダメージを与えるっていうなんかウィングマン融合系のモンスターの効果をが付与できますという感じですね。でこれをね、まあそこそこ出しやすくなってるんですよ今。なんでかっていうと、ウェイクアップ岩エレメンタルヒーローが来たから。これがね、3番の効果ですね。融合召喚してこのカードが破壊された場合、手札デッキから生息モンスターを特殊召喚するよっていう効果があるんですけども、これで叩き割っていくカードを、まあ普通であれば、まあ、シャドウミストにしてダークローを出していくっていうのが、まあ、一般的な動きなんですけど、あのいわゆるヒーローの、今日はですねちょっとね、こっちを出していきたくて、スピリットオブネオス、これを出していくと何ができるかっていうと、特殊召喚に成功した時に、エレメンタルヒーロー系のカードをサーチできるんですね。だから、新規で追加されたこのエレメントの加護っていう魔法トラップカードをね、無効にできるカウンタートラップとか、あとこのフェイバリットコンタクトっていうカードをサーチできるんですよ。で、フェイバリットコンタクトがトラップカードで融合することになっていて、手札フィールド墓地のモンスターか除外されてるモンスターの中から、融合召喚できますよと、素材をデッキに戻して。で、ここに映ってるこの2体のモンスターで出せるモンスターが、シャイニング・ネオス・ウィングマンなんですよ。このね、2枚をね、結構まあ、揃えられるようにはなりました。ウェイクアップはエレメンタルヒーローが来たことによって、ちょっとね、ヒーローってもう一枚マジ強いやつがいて、そのフレームウィングマン、フレームシュートっていうやつがいましてね、そいつが来るともっと簡単になるんだけど、今でも一応簡単になってるから、まあ、今回はちょっと以前ご紹介したあのガッチガチの構築の方ではなくて、ちょっとロマン性を差し込んだフェイバリットコンタクト型、シャイニングネオスウィングマンを相手端に出していく型のヒーローをちょっと回していこうかなと、はい、いうふうに思ってます。ちょっとね、まあこれを出したい関係上ちょっとゴミをいっぱい入れないといけないっていうまあゴミって言い方よくないね、その引いてもあんまり使えないヒーローを入れなきゃいけないっていうのはちょっとね若干あれなんだけども、ここら辺はちょっとうまいことインスタントコンタクトとかで代用して使っていければまあいいかなとは思ってますね。はい、あとこれ一応ねサーチして融合召喚できるので融合をいっぱい入れてまして、こいつ出せるように、はい、インスタントコンタクト以外に普通に数値でウィングマン出せるようにね一応入れてます、融合いっぱい。ただねこれやんなくてよくなんだよね、フレームシュートが来るとね。はい、というわけで結論、早くフレームシュートくれ。シャイニングネオスウィングマンの強さをね見せていきましょう。デュエルスタンバイ。皆さんはヒーローといえば誰が好きですか？僕はですね、マイフェイバリットヒーローは何ですかと聞かれたらね、多分ね1位がマリシャス・ベインで1位マリシャス・ベインで、2位はシャイニング・ネオス・ウィングマンなんですね。なんでかっていうと、かっこいいからです。この2体はね本当にねかっこよくてめっちゃ好き。あ、強いのもあるんですけど、効果もすごい強いのもあって、なんかめちゃくちゃ好きなんですけど、まあその2体がねめっちゃ好きから、ヒーローってほんといっぱい種類あるから、多分なんかどれ好きですかって聞いてもほんと10人問いの答えが返ってくると思うんで、なんかそれがねすごいいいところだな、ヒーローでいいところだなと思うんですけども、やっぱりねこのねフェイバリットネオス、今回はちょっとフェイバリットネオスをね活躍させようと思ってるんですけど、フェイバリットネオスはねかっこいいのよ。召喚ムービーもねかっこいいし、なんかあの見た目さめっちゃ好きなんですよね、フェイバリットネオスの。そのウィングマンとネオスって融合召喚条件もなんかちょっとロマン溢れててなんかいいし、で効果も豪快だし打点めっちゃ高くなるし、なんかすごいねそういうなんか脳筋モンスターはめちゃくちゃ好きなんですよね。
いつもであればシャドウミストをね特殊召喚してダークローを盾に行くことが結構多いんですけど、今回のね場合はですね、そのインスタントコンタクトもあるっていうのもあるんですけど、ちょっとですねだいぶ上振れムーブを見せれるとは思います。まずはクロスガイを特殊召喚しましょう。はい。でこれがどこまでいけんだろうな。なんかちょっとサーチも余ってるしな。これしかもなんか俺だいぶ強いよねこれ。なんかどこまでいけんだろう。なんか死ぬほど展開伸びる気がするよこれ。でディアボリックガイを、リリースすることによって、ブルーディー持ってきて、多分これブルーディーでいいんじゃねえかな。なんかヒーロー結構ね割とフィーリングで回しようとかってなんかたまにあれ一体足んねえなとかあるんだよねそれがちょっと若干あれなんだけど、デスペニ、ここで融合しましょう。まずねデスペニを出すことはまあどんなデッキでもとりあえずは最初になるけど、なんでかっていうと、まあ、最近マスターデュアルに実装されたウェイクアップ岩エレメンタルヒーローっていうモンスターがいるんですけど、そいつを叩き割りたいんですよデスペニで。それを叩き割ることによって好きなヒーローを特殊召喚できるんで、その動きをね今回はちょっとね何でしたっけあの人スピリットオブネオスに避けたいんですね。とりあえずこれ特殊召喚しまして、で融合を、再セットで、ディナイアルガイの効果も発動して、で除外ゾーンのディアボリックガイを戻していくと。でワンドラで融合をさせと、そしたらディアボリックガイ効果発動します、特殊召喚します、インスタントコンタクト使っていいか、インスタントコンタクト使ってこれねあのねフレームウィングマンフレームシュー、エレメンタルヒーローフレームウィングマンフレームシュートっていうやつが今年なんですけど、今年オシシロに実装されてて、でそれがね来るとねめっちゃもっと簡単にシャイニングネオス出せるようになるんですよ。ちょっと今割とねだいぶめんどくさい方法で回さないと出ないようになってるんですけど、もうちょっと簡単に出ます。はい、これでいいか。それが来るとね、フレームシュートってやつが来ると、フレームシュートってやつがサンライザーみたいな召喚条件で出せて、でフレームウィングワンモンスターなんですよ。ウィングワン融合モンスターなんで、シャイニングネオスウィングワンのなんかその融合召喚の素材になれるっていう、これが強いところなんですよね。これは私はもうなんか墓穴をケアすることやめました。墓穴をケアすることはやめます。墓穴ケアするんだったらこれやんないほうがいいですでデストロイフェニックスガイの効果を発動。デストロイフェニックスガイの効果によって破壊された場合、特殊召喚する効果と、ウェイクアップ用エレメンタルヒーローの効果によって、破壊されるとスピリットオブネオスを特殊召喚できる。そして特殊召喚に成功した場合、デッキからエレメンタルヒーローの名前が記載されたカードを1枚サーチし、さらにスピリットオブネオスの効果を発動。自分をデッキに戻すことによりエレメンタルヒーローネオスを特殊召喚。そしてこれワンダードライバー残さない方がいいな。マスクチェンジでダークローは出せた方がいいと思うんですよ。これ非常に悩ましいですけど、ちょっと申し訳ないですけどダークローだけはちょっと出した方がいいかな。もうちょっとロマンに寄せるんだったらね全然違う展開なんだけど、やっぱちょっと勝つという目的の上ではこうなるから、はい、まあ、一応これでデスニーが破壊されなければ蘇ってくるかなっていう感じですね。さあ、スタマフェーズ戻ってこれますか。戻ってこれそうですね。効果適用でデストロイフェニックスガイが特殊召喚できる。でエレメンタルヒーローは今いないんですけど、後で出てくる予定です。さあここからがヒーロー最強ヒーローの真骨頂、エレメンタルヒーローシャイニングネオスウィングマンはこのトラップカードの効果によりアイルダーに特殊召喚をすることができる。おっと、あースプライトか OK で、アンコーコストのカエルは強いですね暗黒コストカエル強ない、やるじゃないですか。ビーバー OK、これ水属性、
なるほど、まあ、ここか。光闇水だから3枚破壊できるんで、ここですね。フェイバリットコンタクトを発動、フィールド墓地、あー、オッケー、増殖する字はいや、これじゃあ一旦マスクチェンジしよっか。マスクチェンジ効果、ディナイアルガイを墓地送って闇属性のマスクとヒーローモンスターを特殊召喚、現れろマスクとヒーローダークロン。そして自分の墓地に存在するエレメンタルヒーローネオスとフレームウィングの魂をゲームからデッキに戻し、現れろ。これが俺のマイフェイバリットヒーロー、エレメンタルヒーローシャイニングネオスウィッグン、融合召喚成功時効果発動。シャイニングネオスウィングの効果とダークローの効果、ダークローは相手の手札を1枚引っこ抜くという効果と、はい、オッケー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 、いいカード抜いた。そしてフィールドのモンスターを3枚破壊、うおっつえエレメンタルヒーローシャイニングネオスウィングマンはフィールドの属性の種類の数だけ、何無限砲よ。なるほど、エレメンタルの加護を発動、エレメンタルの加護効果によりエレメンタルヒーローモンスターをエンドフェーズまで除外し、相手が発動した魔法トラップカードの効果を無効にしゲームから除外、つえつつジェットデストロイフェニックスガイの効果を発動、デストロイフェニックスガイの効果によりフィールドのモンスターと相手のモンスターを破壊、つえやべえ、これ何もできてない相手、これがねなるほどな、いや最強だったわこれ、あまりにも強すぎる展開すぎてゲームにならず対戦、ありがとうございました。高校のハンドとしては非常に非常に最強と言っていいね。スプライトスターターうらら打ちますか、うらら打ちましょう、うらら打ちます。でハカーナ打ってください、ハカーナ打ってください、抹殺か、なるほど、これは増字どうしようかな。いやでも相手裏ら持ってたらここで打たれるんで、これ一回スルーしてこのチェーン処理全部終わってから増字でいいんじゃないかな。ちょっとあの一回一応相手の裏ら気がするわ。抹殺の指名者で裏ら無効になる、まあ、ってことは相手が裏ら持っててもこれで裏ら投げれなくなったから、まあ、これでハカーラとか持ってたらもう普通に殺すけどね、普通に通報するけど、このハカーラまで持ってたら普通に通報はい、でブルー効果でここで増字投げる、でこれで相手特殊召喚が非常にしづらくなっていく。さあ止まっていただけると嬉しい。あ裏ら、いやお前自分で無効にしたぞ、それ自分で無効にしたぞ、はい何のための増地1店舗を送らせたと思ってんだよ。さあ謎にうららを無駄落ちさせることに成功しました、ありがとうございますやったぜやったぜ。皆さんもね増地を打つタイミングは慎重にね、はい、絶対に増地を通したい場合は今のチェーン処理終わってからじゃないと通んないんでね、あそこうらら打たれるんでね、まあ、ここのその処理終わった後にうらら打つのも遅いんでね、あれなんでかっていうと相手が抹殺の処理しちゃってるんで、まあ、これ測られても一緒、これ測られても一緒ですね、はい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 。で2体でこれなんかどこまでも行くの、これどこまでも行きそうだな、どこまでも果てしなく行きそうだな。いやー逆にね行かれると困るんだよな、止まってくんねえとよね、いや結構ねその貫通して動かれて妨害めっちゃ残されてなんか貫通できずに負けるとかあるからあでもアライブ来たらでかい、アライブ来たのはでかいな、非常になんか積み木の融合とか来てくると一番嬉しいね。あのね結局ねバイオンを止められると結構きつくて、バイオンとかインクリースね、そうすると融合がってことに入んないから、そこがね結構ね痛いところではあるよね。ファリスあるからアライブで直接まあバイオン出しちゃってもまあいいっちゃいいんだけど、
どっちにしてもあのバイオの融合症融合を持ってくる方の効果止められちゃうとちょっとね展開が伸びなくなっちゃうんだよね。マジで相手どこまでも行くな、どこまでも突き進んでいくな、相手すげえな。やばやばい、それはそれはそれで、あうらら来た、うらら来たのはでかいね。まあ、一応レッドは打たせるかな。だからまあモンスター一体減るんじゃないかな。はい、あでももう言うて裏使わないか、使わないかもしんねえな。はいはいはい、でエルフ効果で蘇生する、これマスカレーナは邪魔だから、あ一応あれかギガンティックスプライトを使えばいけるのか、邪魔だよね。でもなんかこれどうするの、マスカレーナ行くんか、行くんだ、なるほどマスカレーナ、なるほどね、マスカオッケーです。でセットで、あれスマッシャーズかつた、あキャッシーもあんのか、うわ強、あスビキエゴ来た、あこれはねこれは強いね、これめちゃくちゃ強いわ。ねそれこれ何でもできるな、これさすがに多分大丈夫、融合あればなんか貫通して動けると思うわ。とりあえずアライブ打つか、とりあえずアライブ打つわ。4000ライフ払ってさあデッキからヒーローモンスターを特殊召喚するといこうか。さあどうする、あマスカレーナ効果か、なるほど、ここで打ってくる、まあ増人一応打つ、はい、でエルフ効果って言ってくると思うんですけど、あオッケーです。でエルフ効果対象はレッドなんで、ここハカーナ打つ、はい、でこんだけ引かしてくれたら手数でのご利用しますね、さすがに。さあスプライトの増人突破を分からしていくぞ、分からしていくぞ、はい、OK、でレッド除外 OK、 でエルフの対象なくなって、マスカレーダーでリンク召喚、これ何ゼロボロス、アストラム出してるとしてもアストラムとかですけどね多分、はい OK、 アストラム、アストラム、でもアストラムめんどくさいな。アストラムめんどくさいな、アストラムバリめんどくさいな、ブルーディー出さないと処理できないか、アストラムは。まあじゃあブルーディー出せばいいか、まあ、ブルーディーは出るだろう多分さすがに。でキャッシー効果、まあ、これ裏で止められますね、これ裏で止められますので裏で止めましょう。 OK、 で多分ですけどあのクセガードスマッシャーズですよね、なんでマスクチェンジ打ちます、でスマッシャーズも踏みに行きましょう、これで妨害全部踏み抜いたんじゃないかな。ちなみに皆さん、数属性のマスクのヒーローは知っていますか？このモンスター実はかなり強いんですよね。マスクのヒーロー、ブラスト。神風じゃなくてブラストの方ね。でブラストは、これあの相手のマジックトラップカードを1枚対象取って、それ500ライフ払うことによって戻すよっていう手札にね、そういう効果がありまして、これめっちゃ強いんですけど、これはディアブリックでいいかな。で、ブラスト効果でとりあえずまず打点を半分にしますと、相手のヒーローのモンスター1体を。一応でもあんま関係ないけど、まあ、一応スプライトの打点を半分にする。でブラストの効果で相手のフィールドのマジックトラップカードを1枚を対象に取り、まあ、スマッシャーズ打つしかないと。 OK、 でスマッシャーズ打ってゲームからスプライト除外して、で、まあ、こっちのフィールドのブラストを除外するしかないからね、これね、はい、いいよ、よーし踏んだ。 OK、 でも妨害はない、あとは好きな展開すればいいんだな。パリスからかな、パリスから行きましょう。パリス効果、ディアボリックガイを、捨てて特殊召喚、そしてパリスの効果を発動、インクリースを、てか偉くね俺、インクリースちゃんと残ってんの偉、てかディアボリックも残ってたんだ俺、偉偉すぎ。増人打つとヒーローってインクリース引いちゃうとかあるんですよ。あのヒーロー使ってる場合の増人打ったら大事件起きるパターンの、2大巨頭がインクリース引くのとディアボリック引く、これです。ディアボリック、まあ、ディアボリックはねワンチャンね融合スターにして墓地を食ったりでもできるし、2枚引いたところで一応なんとかなるんですよ、融合スターにしたりできるから。あのねインクリースがマジでやばくて、インクリース2枚を増人打って引いちゃった場合、そのバイオンを出せないっていうデッキからっていうねことが起きるから、融合がサーチできないみたいな、ヒーローの動きできないみたいな時あるんですよね。それがマジでやばいです。
その大事件はねよく起きるからね、皆さんもぜひ注意をしていただきたいと思います。これは何でもできますな。まあ、相手でもアストラムに全部の信頼を置いてると思うんですけど、まあ、アストラム君って今対象に取れず効果で破壊されなくて、でなんか戦闘を行うときになんか特殊召喚されてるモンスターとの戦闘を行うときになんか打点がね上がるっていう効果があって、ヒーローだと結構突破しづらいんですよね。これ普通のヒーローだけだったら、まあ、こっちはねクラフティープラットがあるんでね、ちなみに僕まだ召喚剣使ってないからね。でディアボリック以外の効果、まあ、こんだけ展開取ってくれたらまあいくらでも何でもできるんだけどね。で特殊召喚ほいで融合発動して、まずとりあえずデスペニ、ちょっとデスペニは効かないからね、アスタムの場合はめちゃくちゃ打点下げるわけかも。デスペニでなんか墓地にめっちゃヒーローを落として、あこれよ1800だったらなんか口殴って突破できるわ多分。これなんか適当な融合モンスターとかで、まあ吸収するけど、リキッドマンを召喚しますか。リキッドマン召喚で効果増、召喚に成功すると墓地からヒーローを特殊召喚できるのでエアーマンを特殊召喚。この効果ね実は融合祭になった時の効果だけじゃなくて、こいつは普通に召喚した時にめっちゃ強い効果あるっていうね。リキッドマンはバーストレディかで、ワンドラですね。ワンドラ行きましょう。ワンダードライビング。はい。ミラクルあるんで、手数も出るし、サンライザー出す必要ももはやないまであるけど、とりあえずディナイアルガイの効果発動して、特殊召喚しましょう。で、ワンダードライバーがリンク先にモンスター出たので、融合を再セットかな。融合を再セットで、ディナイアルガイの効果発動。除外されているデスティニーヒーローを、デッキに戻してもう一回ディアボリックガイを使えるようにしていく。 OK。 はい、相手お前アストラム突破できるのかよとか思ってんだろうなてかもうすでになんか殴ったら突破できそうですよね普通に。で分からせまーす、分からせモンスターズ出しまーす。はいはいこんにちはー。お前はソロモンスター強そうだな、もらうわはい最強で、ミラクルフュージョンを発動、ミラクルぶっ込んで、アウトですね。なんでもいいや。はい、で水属性をソアにしてるんで絶対レートアブソルートゼロで、ヘルデバイサーやりたい方だよな。でエクストラヒーローヘルデバイサーからの、アブストル効果とヘルデバイサー効果、相手のフェイドローモンスターを全部っ走りながらヒーローをサーチはい、でネオス持ってきて、はい、ババーンよいつ。そしてバーストレディとフェザーマンの魂を埋葬し、フレームウィングワンを特殊召喚。いや早くフレームシュートが欲しいです。そして融合を発動、うおー、エレメンタルヒーローネオスとフレームウィングワンの魂を墓地送り融合召喚。これが俺のマイフェイバリットヒーローだぜ、エレメンタルヒーローシャイニングネオスウィングワン7900つえー対戦ありがとうございましたガチャ楽しいデュエルだったぜ。あーなるほど、ハンドこれ先行だったらまあって感じ強そうでしたね。悲願はやばいですね。これはあれかな、親顔ムーブか、それとも普通に悲願っていうことはないな。あーなるほど、ゼンマイティは普通にやばい。あーこれ親の顔より見た光景と言われている、最強ソリティアムーブですね。はい、了解しました。一体何が始まるのか楽しみに見ていきましょうか。ソリティア長すぎて草なんだけど、こいつあれじゃねえか、タイムレスコンボまた炸裂するんじゃないこれ。氷結界の竜、何
マジ、バイオンだけやめてくれ、バイオンだけやめてくれ、バイオンだけはマジでやめてくれ、頼む。他はまあハカーラとかで頼む、ハカーラが一番いい、どうでも頼む。これは非常にマジいぞ。エンタープラゼニル、あーやばいやべえ、これはもしかしてあれか、全部俺のハンド除外されるやつか。手札全部なくなったんだが、未来竜王ホープ正規召喚はくさ強ない。最強デッキじゃん。